初心者のための音楽サービス専門店平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。今日はですね、管楽器のお手入れ用品についてお伝えしたいことがございます。管楽器のお手入れ用品、今日紹介するのはですね、このポリッシュなんです。まあ、お手入れ品というかお掃除用品ですね。これですね、まあ、ヤマハの商品なんですけれども、シルバーポリッシュ、メタルポリッシュ、そしてこれラッカーポリッシュ、この3つがあります。一つ一つご説明させていただきます。というか、間違って使うと結構命取りだったりするんですよね。間違って使わないようにチェックしてください。まず一番多いのは多分このシルバーポリッシュです。こちらはですね、銀製の楽器、もしくは銀メッキの楽器に使うための、銀用の、溶剤です。これをですね、クロスにつけていただいてゴシゴシこすっていただきますと、銀メッキの上についた汚れがきれいに取れます。銀メッキを取ることは まずないので、安心して使っていただければなと思います。これね、実はシルバークロスを紹介した、動画の時にもちらっと言ったんですけれども、楽器だけじゃなくてシルバーのアクセサリーありますよね。ブレスレットとかピアスとか、ネックレスとか、そういうのにも当然これも使えます。まあ、こちらも溶剤なので、もしかしたらあんまり小さいのは磨きにくいのかもしれませんけれども、ブレスレットとかバングルとかね、そんなのでしたらもしかしたら使いやすいかもしれません。そんなにまあ高いものでもないですし、大量に使うものじゃないので、楽器を、銀メッキの楽器、銀の楽器をお持ちの方で、シルバーのアクセサリーを身につけられる方は、こんなの使っていただいてもいいかもしれません。続きまして、ラッカーポリッシュはですね、主に金メッキの楽器用の、ポリッシュになります。これをガーゼとかクロスとかに染み込ませていただいて、楽器をゴシゴシしていただくと綺麗になります。ラッカーっていう塗装はですね、まあ、主に金メッキが多いんですけれども、非常に薄い、メッキになってます。ですので、研磨力のすごい強い、例えば先ほど紹介しましたこのシルバーポリッシュ、こういうのをですね、金メッキの楽器に使っちゃいますと、下手するとメッキが剥がれる恐れがあります。ラッカーポリッシュはそこまで研磨力は強くないですので、金メッキの楽器に持ってこいです。金色の楽器でしたら、まあ、とりあえずラッカーポリッシュかなと思っていただいてお間違いじゃないですので、これを使っていただくようにしてください。最後こちらメタルポリッシュです。まあ正直ね、メタルポリッシュを使う方っていうのはもう今時少ないかもしれませんけれども、どの楽器に使うと言いますと、ニッケルメッキの楽器、まあ名前を挙げて申し訳ないんですけども、お安いトランペットとかですね、2、3万で売ってるトランペット、ニッケルメッキが多いですね。真鍮仕上げというか、ギラギラした銀メッキのような感じですかね。ちょっと銀メッキよりもちょっと派手な感じの、メッキがニッケル仕上げなんですけども、そういうメッキの楽器、もしくは、銀メッキとか金メッキとかのメッキが剥がれてですね、真鍮の地肌が見えてるような楽器に使うような、非常に研磨力の高い、ポリッシュです。これはですね、サビを本当にきれいに取ってくれるポリッシュなんです。他のポリッシュと同じようにクロスにつけていただいてゴシゴシこするんですけども、研磨力が強いので、先ほどのシルバーポリッシュを金メッキの楽器につけてやると良くないですよっていうのと同じで、メタルポリッシュを銀メッキの楽器であるとか金メッキの楽器であるとかにつけちゃうとメッキを剥がしてしまう恐れがあります。非常に強い研磨力です。ですので、あんまりこう使うタイミングを間違ってやっちゃうとえらいことになるんですけれども、先ほど言いましたメッキが剥がれてしまった楽器、真鍮の地肌が出ているような楽器に使いますと、非常に、まあ、地肌が出ているのでピカピカにはならないですけども、非常に綺麗な仕上がりになります。ああいうメッキが剥がれた楽器というのは錆びやすいんですけれども、まめにメタルポリッシュで手入れすることで錆びも防げますし、綺麗なまま使っていただくことができます。こちらメタルポリッシュ、ラッカーポリッシュ、そしてシルバーポリッシュ、非常にポピュラーな3つですけども、使い方間違うとえらいことになりますので、よくよく注意してご自身の楽器に合ったものを選んで使って、で楽器をピカピカにしていただければなと思います。以上、今日はポリッシュの説明でした。間違えたらダメですよ、本当に。
平瀬楽器の動画チャンネルでは、楽器に関する情報、こんなこと知っておいた方がいいよっていうワンポイントアドバイスなんかを、随時、更新しています。面白いなともし思っていただける方はぜひ番組登録をお願いいたします。番組の登録の方法がわからない方はこの動画の下の、コメント欄に書いておきますので、ぜひご覧になってください。登録お待ちしております。